マウスの感度について、やり方について載せていきたいと思います。今音は、これが右に行けば行くほど音が取れているのですが、対して右に行っていないので音はあまり取れていないという状態です。これを少し感度、マイクの感度を上げてみたいと思います。どうするかというと、まずは、コントロールパネルを出します。コントロールパネルでサウンドをクリックします。ダブルクリックして録音でマイクでプロパティを選びます。そうしてからレベル、ここの数値を上げると、そうですね、上げるとこの、青いバーが右に随分いくと思います。右に行ってないのであまり音は取れていないという状態なんですが、今15ですが、これを、25とか30、40とかにどんどん上げていきたいと思います。そうすると今50、60ですが、だんだんと大きくなってきていると思います。で80、目いっぱい100まで持ってくると、ここのところが随分右に来るようになりました。本当はもっと右に来てもいいような感じもするんですけども、で、いつも使ってレベルまで下げてみたいと思います。15、まあ、20ぐらいにしておきたいと思います。で OK を押します。これで、大丈夫だと思うんですが、こちら側でもスピーカーの中でもマイクという設定があるのです。ここも上げてみたいと思います。こういうふうに上げていくと、10とか20とか上げていくとどうなるのかなと思います。100にしてありますが、100とか10、どうなんでしょう。あんまり上げすぎてもおかしくなってしまうのかなと思います。これは、ミュートですね。これを押してしまうと音が取れなくなってしまうみたいなんですが、でミュートにしてもここのところが動くのはなんでかなと思うんですけども、100にしてみたいと思いますが、どう、5ぐらいにしておきたいと思います。正直これはよくわかりません。なんでここにマイクの端子があるのか。スピーカーじゃなくて録音というところにマイクがあるので、ここにレベルでマイクのこのスクロールバー、こういうのがあるっていうのはわかるんですが、なんでスピーカーのところにもマイク端子のレベルを設定するところがあるのかというのはちょっと不明です。で OK をします。という感じです。